まあ、ここは1日平均、7000人くらいの方が、来られるところなんで、その多くはその自転車をまだ見たことがない、知らないっていう人なんでね、自転車レース自体がやっぱり一つのヨーロッパの、まあ、文化であり伝統であり、そして一つの社会なんですね。でそういったものをこういった写真で少しでもこう紹介できたらいいなとは思ってます。やっぱりツール・ド・フランスってやっぱり1年の中で一番大事なレースなんで、ちょっと他のレースとはこう違いますよね。後ろで一番近い観客席で、もうコロナ後の社長に社長社長って言って、工場はどこでも入っていけるし、すごいコーディネーターだなと思ってたら、ゴール地点で写真撮っててですね、突っ込まれたりしてて砂田さん世界的なカメラマンなんだってツールドフランスってこうっていう、なんか多分イメージ強く持ってる方もいると思うんですけども、うん、写真家として戦っている砂田さんであったりっていう、うん、中からまたその自転車の新たな魅力を見てもらえたらなと思いますね。